10月2日に発表された最新のオリコン週間デジタルシングル・単曲ランキングとオリコン週間デジタルアルバムランキングで、ナンバーアンダーライン愛は再び両部門で1位を獲得し、デジタル2冠を達成しました。ナンバーアンダーライン愛の驚異的な成績は、デジタル音楽の世界で再び新たな賞を刻みました。10月2日に発表された最新のオリコン週間デジタルシングル・単曲ランキングと、 オリコン週間デジタルアルバムランキングで、ナンバーアンダーラインアイは再び両部門で1位を獲得し、デジタル2冠を達成しました。これは、2024年6月10日に続く2度目の快挙であり、彼らが音楽シーンでの確固たる地位を築いていることを証明しています。このアルバムとシングルの成功は、彼らのファン層だけでなく、新たなリスナーの関心も引き寄せ、 彼らの音楽的な進化と創造力が多くの人々に受け入れられていることを示しています。まず、週刊デジタルシングル、単曲ランキングでの、透明になりたいが、初週 DL 数1万 1231DL で初登場1位を獲得し、その後もナンバーアンダーライン愛の楽曲が2位、3位、4位を独占しました。このランキングトップ4独占という偉業は、男性アーティストとしては史上初の快挙であり、 彼らの力力強いい音楽的影響力が反映されていますこのような偉業は、リリースされた楽曲のクオリティだけでなく、ファンとの深い絆と、彼ら自身の音楽に対する情熱の結晶です。さらに、9月23日にリリースされたアルバム、n o w イが、オリコン週間デジタルアルバムランキングでも初週3万 168DL を記録し、 これで彼らは今年度におけるデジタルアルバムランキングのトップ3を全て独占することとなりました。アルバムのリードトラック INZM はメンバーの神宮寺勇太がプロデュースを手掛けており、その個性とメンバーの深い関与が楽曲の成功に大きく寄与しています。このようにナンンバーーアダラインアイの作品は単に売上だけで評価されるものではなく、彼ら自身が楽曲制作やプロデュースに積極的に関与する姿勢が、 多くのリスナーに共感を呼び起こしています。神宮寺雄太、岩優太、平野翔の3人は、それぞれが異なる音楽的背景を持ちながらも、絶妙なバランスでグループとしてのアイデンティティを形作り、同時にソロ活動でもその魅力を発揮しています。このことが、ファンのみならず業界全体からも高く評価されています。ナンンバーアンダーアダライン愛のファン、通称 i l イ s は、 彼らが音楽で成し遂げることに対する誇りを感じています。ファンの反応を見ていると、自分たちが応援しているアーティストが成功することに対して、単に自分たちの応援が報われたという感情を超えて、メンバー自身が成功を享受する姿に深い喜びを感じていることがわかります。このファンとの強固な絆は、ナンバーアンダーライン愛が音楽業界で特別な存在である理由の一つでもあります。彼らの成功は、 ファンと共に築かれたものであり、それがこのデジタル二冠という結果につながっています。また、特筆すべきは、デビューからわずか10ヶ月という短期間でこのような偉業を成し遂げたという点です。通常、アーティストがキャリアの初期段階でこれほどの成功を収めることは稀であり、彼らのスピード感あふれる成長は注目に値します。デビュー曲、GOT は、現在でもデジタルチャートに残り続けており、 これは単なる過去のヒット曲ではなく、常に新しいリスナーを引きつけ続けていることを示しています。このような長期間にわたる人気は、彼らの楽曲が持つ普遍的な魅力と、時代を超えたメッセージ性が大きく関与していると考えられます。透明になりたいは、そのタイトルからもわかるように、非常に感情に訴える楽曲であり、リスナーにとっても特別な意味を持つ一曲です。この楽曲は、 ウンディが作詞作編曲を担当しており、そのプロデュース力が光ります。ウンディファンからも支持を受けており、ナンバーアンダーライン愛の既存のファン層だけでなく、新たなファン層の獲得にも成功しています。このように、多様な音楽的スタイルを取り入れ、幅広いリスナー層にアピールできるという点は、ナンバーアンダーライン愛が今後さらに成長していく上で大きな強みとなるでしょう。さらに、 アルバム「n o ア I」には RB やポップスの要素が多く含まれており、これまでのヒップホップやラップのイメージを覆すような楽曲も収録されています。メンバーのそれぞれのソロ曲も含まれており、彼らの多彩な才能が存分に発揮されています。ファンからは、これらのソロ曲が非常に好評で、特に、透明になりたいがその美しい歌声と繊細なメロディーで多くのリスナーの心を捉えています。このように、 グループ全体としての強さだけでなく、個々のメンバーが持つ独自の魅力が、多くの人々に愛される理由となっています。また、Spotify のストリーミングランキングでも彼らのアルバムが世界4位にランクインするなど、海外でもその影響力を拡大しています。これまで日本国内での人気が中心であった彼らが、今や国境を越えてリスナーを魅了していることは、彼らの音楽が持つグローバルな普遍性を証明しています。 このストリーミングの成功は、彼らがデジタル時代においてどれだけ柔軟に対応し、変化を遂げているかを示す一つの例でもあります。ダウンロードやフィジカル販売だけでなく、ストリーミングでもその強さを発揮することは、現代の音楽業界において非常に重要な要素であり、彼らが今後さらに成長していくための大きな武器となるでしょう。彼らの音楽に対する真摯な姿勢と、ファンへの感謝の気持ちは、 常ににその作品やパフォーマンスに現れています例えば、彼らがライブで披露する楽曲は、単なるパフォーマンスにとどまらず、観客との一体感を重視したものであり、その瞬間瞬間を大切にしています。ファンとの距離感を縮め、共に音楽を楽しむという姿勢が、彼らの成功の秘訣の一つであることは間違いありません。彼らは常にファンを意識し、その期待に依頼続けています。また、 ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただのエンターテインメントではなく、リスナーに対して深いメッセージを伝える手段でもあります。彼らの楽曲は、日常の中で抱える不安や葛藤、希望や夢といった普遍的なテーマに触れることで、多くの人々に共感を呼び起こしています。特に、透明になりたいは、そのタイトルからも感じられるように、誰もが一度は感じたことのある。 存在感を消したいという感情を歌に込めており、多くのリスナーにとって自分自身を投影できる楽曲となっています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる偶然ではありません。彼らはデビュー以来、常に努力を惜しまず、自分たちの音楽を信じて歩んできました。彼らが築き上げたこの道のりは、彼らの才能と情熱、そしてファンの支えによって成り立っています。まだデビューから1年も経たない彼らが、 これだけの成果を上げていることは、今後のさらなる活躍を予感させるものであり、ファンにとっても、音楽業界にとっても非常に期待の持てる未来です。ナンバーアンダーライン愛のさらなる成功は、彼らがどのようにして音楽を進化させ、常に新しい挑戦を受け入れているかに密接に関連しています。彼らは決して現状に満足せず、常に次のステップを見据えて行動しています。この姿勢が、 彼らの音楽が常に新鮮である理由の一つです。例えば、彼らは多様なジャンルを取り入れ、リスナーに新しいサウンドを提供し続けています。これは彼らが一つのジャンルにとらわれず、常に音楽的な枠を広げることで、多様なリスナー層にアピールできる力を持っていることを示しています。彼らの楽曲の中には、ポップスや RB、ヒップホップ、エレクトロニックミュージックなど、 さまざまな音楽スタイルが融合されており、それがファンからも非常に高い評価を受けています。このような多様性が、彼らを他のアーティストと一線を画す存在にしています。特に、彼らが自らプロデュースや作曲、作詞に関わることで、楽曲に対する愛情や情熱がより深く伝わってくる点は、ファンにとっても非常に魅力的な要素です。また、 ナンバーアンダーラインアイはビジュアル面でも非常に工夫を凝らしており、彼らのミュージックビデオやライブパフォーマンスは常に視覚的にも楽しませてくれる要素が満載です。彼らの音楽だけでなく、視覚的な表現力にも力を入れていることが、彼らの人気をさらに押し上げている要因の一つです。例えば、透明になりたいのミュージックビデオでは、幻想的な映像美と繊細なストーリーが融合しており、 多くののリスナーがその世界観に引き込まれまれした視覚と聴覚の両方でリスナーに訴えかけることができるアーティストは非常に少ないため彼らの特別な才能が際立っています彼らのライブパフォーマンスもまた彼らの魅力を最大限に引き出す重要な要素ですナンンバーアンダーアダラインアイのライブは単に楽曲を披露する場ではなく観客と一体となる瞬間を大切にしており そのパフォーマンスは感動的ででエネルギッシュです特にファンとのインタラクションを大ごとにしており、その場にいるすべての人々に特別な体験を提供しています。ライブのセットリストや演出にも彼らのこだわりが感じられ、一度見たら忘れられないような印象を与えることで、ファンを魅了し続けています。音楽に対する彼らの情熱と献身が、ファンとの絆を強め、彼らの成功を支える大きな要因となっています。 今後も彼らの成長とともに、ナンバーアンダーライン愛は音楽シーンでさらなる高みを目指していくことでしょう。その過程で彼らがどのような音楽的冒険を繰り広げていくのか、そしてそれがリスナーにどのような影響を与えていくのか、これからも目が離せません。彼らの音楽の未来には、多くの可能性が広がっており、その一歩一歩が新たな歴史を刻んでいくことでしょう。